皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月15日、17時22分、まず佳子さまや警察官の方たちへのメッセージなんですけども、ですね、まあ、昨日通報していた内容とかを、この動画に、撮影して、上げています。つなげてで、ちょっとですね、他にも気になることを、申し上げてます。で、ちょっとホームページからアクセスするときの形、ちょっと iPad 持ってきます。でも昔もこういうふうなことしてたなと思うんですけども、二十歳ぐらいの頃思い出しましたね。で、まず昨日の件など、まあ今までのことを記載してる内容はたくさんあるんで、まあこの辺見てもらって、で特に、まあ今日アクセスできるようにしている内容、そういったものもしっかりと、見ていただけたらなと思います。あとこういった内容ですね、まあ夜中絡んできた人間とか、結局そのテレビ局の関係者とかにだいぶそのよからぬ人間とかいて、ニュースウォッチ9の前に、放送される NHK の、21時からの放送番組ですけども、その前の、兵庫県、まあ、神戸というような形で、放送されている、まあ、NHK のニュースのアナウンサー、その男見覚えがあるなと。松原という議員だったと思います。地方議員だったか国会議員だったか覚えてませんけども、君の家族はしたことだということで、両サイド、国会議員の人たちに、捕まれて連れて行かれています。で、その男は多分エロ業界側からの人間の票を集めて、まあ多分医療業界の人間だったと思いますよ、多分。で、議員になってるんじゃないですかね。で、それで方法間違いないんですよ。っていうのは、家にその映像回ってきてます。その裁判所の方か、弁護士会からの方なのか、ちょっとよくわからないですよ。最高裁判所の裁判官だった人が弁護士に回ったりしてる例もありますから。で、私が宝塚三田病院に、2022年の、11月か12月に入院させられて、で、その時にいた松原という男がいたんですよ。で、その男と、まあ、いろいろ会話していて、この誰かどういう人間か全く覚えてなかったんですよ。で、もう7年入れられてるって言ってるんですよ。で、どんなことしてきたのという話になって、もともと暴走族をしてたみたいですよ。で、その議員の元、多分医者だと思う。もしくはもともとテレビ局の人間。で、その息子の可能性が高い。で、その暴走族でね、まあ、明らかな、暴走族をしてたらしくて、しょっちゅう警察署の前とか行ってからかったりしてたみたいなんです。それは有馬警察署の方なのか、三田の方なのかわからないんですよ。向こうの西宮の方かもしれないし。まあ、他にもね、なんかあの時、ああいうふうな言い方していただけども、それ全部話合わせていったら、っていうのは家帰ってきてから、数ヶ月後になってから分かったんです。あいつレイプしとったんちゃうかと。多分それやわと。いかなんでも7年なんか入れられないから、僕は退院した後もまだ入れられてる状態で、それがいつ終わるのか分かんない、僕の方も。で、この話聞いて皆さん、まあ一般の人もね、この話しっかりとよく覚えてもらって、どんなものをね、ホームページにアップロードしてるかっていうのを、しっかりと見ていただいて、で、法律名とかも出してます。例えば、まあ2024年3月15日、
ホームページは IKS 国引きの、まあ、一番のところなんですけど、まあ、その、これね、あの iPad なんですけども、スマートフォンだったらもっと画面小さいから見えにくいかもしれませんけど、こういうふうにね、いろんな法律名出してます。第何条何がどうこうとかね。またこれ途中なんですよ。まあ、あの、これ、YouTube にこう打ち込める文字数って5000文字までなんですよ。もう今ので1000文字超えています。で、並行罪犯科重で、罰金刑で終わらせようとしています。ただもう性犯罪者が混ざってるんだったら、もう刑務所を引かせた方がいいですね。もう追いつかない毎日。テレビの放送も1年ぐらい前からのもので、その証拠なんか、わかんないですよ。もっと前かもしれない。証拠を放送するって言ってたんですよ。だいぶ前に報道ステーションで。だいぶ前ですよ。だからその証拠ばっかりがこう流れてくるような状態で、議員の中に、議員っていうものは票で、その、当選できるでしょ。票の数で。だから正しい、必ずしも正しいっていうわけではない。ただし、しっかりとした、生き方で、そういった人間を、退治してくれる、国会議員の人たちもいらっしゃいます。で、今日の国会の中継なんですけども、かなり違和感感じましたね。小池晃って一回、ウィキペディアでもそうだったんですけども、いなくなったでしょ。あれ、去年の国会中継放送してません。あと、厚生労働大臣がインターネット上では、竹見というものになってますけども、そのものも元々、刑事ドラマとかでテレビに出てるんですよ。刑事役か何かで。で、元ウィキペディアでは医療業界なんですね。で、小池晃というものが国会で答弁してるんですけども、医療業界の賃上げ、介護職の人間とかの賃上げを言ってるんですよ。で、以前、岸田総理が言ってますっていうことを言ってるんですよ。今こそ賃上げしましょうよって。コロナウイルスとか作ってきた業界の連中ですよ。DNA の強化とか言って、でもうそれ、コロナウイルスはもう完全に生物兵器で通ってますから。で、ね、だからもう今年インフルエンザの放送もないでしょ。あれインフルエンザ自体医療業界がね、人間の抵抗力を高めるとかわけのわからんことを言い始めて、税金に食らいついて研究してるふりしてね、みんなの税金でお金もらってインフルエンザばらまいてたんですよ。何回もインフルエンザかかったこと、風邪になったことある人いるでしょ。あいつらのせい。で、それが普通の医療関係者の人間、末端の人間は知らなかった。で、それを本当のことを教えてもらったときに、コロナウイルスのときに、その看護師の人がね、なんで本当のことを教えてくれなかったんですかって医者に対して言ってるんですけども、その音声って、本当にコロナウイルスの件かどうかはわからない。そのインフルエンザの本当の話を聞いて、その、嫌気がさしたのかもしれない。昔もああいうふうな声は放送されてるんですよ。で、正直ね、医療関係の人間が多すぎるんですよ。学校で覚えたりすると、現場もそうですけども、医薬品のこと。ああいうふうな生物兵器を作るような連中はどこで出てくるかわからない。本当に。世界中の大学とかで医療関係のね、ところ、しっかりと、もう、枠、大学生の数をね、少なくしなきゃならない。極端な話、10分の1とか。あとも責任問題。真面目に本当に、外科医とか目指して頑張るっていう人だけがなったらいい。多すぎる。いらない薬ずっと売ってるの。こんなこと昔からずっと曲にもなってる鬼塚千尋っていう、その人が本名かどうかわかんないですよ。効かない薬が転がっていてって、そういう、歌詞のワードがあるんですけど、昔から。もう結局、あんまり仕事なんか昔からないんですよ。だからダーティーなことをして金を稼いでる連中が多かったっていうことなんですよ。
でこれまだ書きかけなんですけどね、もうこの辺の、人間のことで言うと、医療業界は介護職とつながってるから、その介護職関係の人間と、まあ、全員が全員そうではないとは思いますけども、まあ、ほとんどは、まあ、実際派遣会社の人間だと思いますよ、介護職の人たちとかも。で、淡井圭介にこう喧嘩を打ってくるかどうかでも物事判断したり、で、気軽にあの声かけてくる人間とか。普通もここまで分かってたら、これじゃ淡井さんの迷惑をかけたらダメだなっていうこと、ちゃんと淡井さんがどんなことを撮影して、どんなことを言ってるのかっていうところ、ちゃんとあの見ようとしますか、普通の人間は確認しようと。もうそれすらしなくなった人間って、絶対もうダメな方だから、こういうふうにね、さっきのあの、法律面のところです。まあ夜中、22時過ぎに男8人か9人ぐらいで、あの、何回も絡みに来てる連中、多分子供の頃から、まあ、小中学生の頃から僕に対して喧嘩を売るようなことを、してきている。で、大人になっても、ああいうふうに8人、9人集まって何回も喧嘩を売りに来てる。1回、2回じゃない。もしかしたら100超えてるかもしれない。小学生、中学生の頃から行くと。で、それを罰金刑で済ませましょうって言ってるんです。精神病院行きにすると、今度どうなるかって言ったら、精神病院の、まあ、これ警察官が精神病院行きにしたとしますよ。そしたら精神病院の医者が警察官になってたりするんです。そしたら税金回し合ってるようにしか見えないでしょ。医療機関と組んで。だからもう罰金でいいんですよ、罰金で。で、生活保護者も罰金払わされるんですよ。裁判所から罰金って言われたら。差し押さえとかはないんですけども、自分で自主的に返納してくださいよっていうことになるんですよ。で、それ返納しなかったら、その、金額膨らんでいくから、まあ、これが今の僕の状況なんです。で、それでね、あの、佳子さまとか警察官の人たちに、その、結構、まあ、普通に僕の家に会いに来てくれる分はいいんですよ、佳子さま。僕に電話かけてくれたり。まあ、結婚希望相手は佳子さまで、固定してる、しますし、まあ、その気持ちも、事実です。お互いそういったことを確認してるので。で、だから、日本全体をどういうふうに良くしていくかっていうことを考えたら、まあ、そういうまとも側の人間と結婚する方がいいっていうことに、は、まあ、その佳子さま自身もそう思ってるっていうことを、あの、僕へのメッセージで言ってくれて、まあ、時間だけはね、長々と経過してしまっているっていうのは、これが現実であって、あの、毎日ちょっとこういうことをしなきゃならないかったりするんで、息抜きの時間も、ちゃんと入れてます。それしなかったら僕も持たないんで、例えばもう今日だったら朝起きて、まあ、部屋が温まるまで、あの、鉄血のオルフェンズっていうのまだ全部見たことないですから、まあ、ちょっといろいろ続きを見て。まあ、それから家の中掃除して、まあ、また動画撮影して違法行為してる連中で、まあ、有馬警察署に通報して、動画アップロードアクセスして、そこに法律名当てはめて。こういう作業はね、かなり時間かかるんですよ。昨日のその集団の件に関してはもう、最終的に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律とか、その後の法律にも繋がっていきます。もうこの辺一体してきたことだから、この辺の人間からアナウンサーとか出したらもう終わり。本当に。議員とかも同じ。もう医療業界も同じやつだ、結局。もうしてきてしまった後、その淡井さんの言ってる方向でちゃんと変えていきますっていう人だけ。昔もそれで二十歳ぐらいの頃、フルーツラパーク、二十歳過ぎの頃、フルーツラパーク、1999年ぐらいの頃にはもう、それで話決着ついたんですよ。で、その後、あの、晴れ間整骨院建物解体したのが2003年なんですよ。で、その判例に背いた即逮捕の話をしますけども、その法律であるんです。で、それについて、自然的に、ね、経済的に倒産しただけだって思ってたら、その後、破産法の方で裁判所に、申し出なきゃならないから、裁判所の判決がそこで下るから、裁判所の判決に背いた即逮捕、理由とかそこで述べなきゃならないから。なぜ破産したのかって。なぜ倒産したのかって、どんな悪いことをしてきたんですかっていうことで。何か悪いことしてきましたかって。じゃあ本当にこういう言い方で、聞かれている裁判官の人たちいっぱいいますよ。中でも法廷見に行ったことありますから。何か悪いことをしましたかって。はっきりと聞くんですよ、まず相手に。で、多分もう法廷開く前にある程度調べてると思いますよ、情報も上がってきて。
そこで下手な嘘を、下手な嘘というかもう普通に真実だけをしっかりと反省して述べなかったらもう大変なことになります。いまだになんか君が入院やっていう声が聞こえてきてるんですけども、その人は僕を助けに来てくれたりしてる人で、今も多分ご存命だと思いますよ。もしかしたらまだ国会議員の方かもしれません。ちょっと前に法務局で神戸市の、市役所の受付の男にいた女性2名なんですけども、桐谷部長、もしかしたら今局長かもしれませんけども、呼んでもらえますかって言った時に、どこの部署の部長ですかっていうことを聞いてきて、そんなに部長なんか、まあ、いくつかの部署あるにしても、そんなに部長なんかがたくさんいるわけじゃないじゃないですか。100人とかね。いいとこ、まあ、10人ぐらいですか？もっといます？部長の数。いろんな局がありますけども。まあ、局長だったとしても、そんなに数いないじゃないですか。で、それをね、自分たちじゃ分かりませんって言ってきたんですよ。だ何のためにあなたたち受付にいるのっていう話になるでしょ。で、どうやら人材派遣会社の人間。で、その後、僕はね、訴えるように、会社の登記簿とかを法務局に買いに行ったときに、で、そこに、普段、そんなところ、入り口のところ、警備員の人がいるだけですよ。なのに、今までいなかったのに、そこに二人、その二人がいるようになって、何してんの？平瀬名前は？ということでこう、メモしてたんですよ。後で思い出したのが、あ、神戸市役所にいた、あの2名だ。全然仕事をしない2名。もう全然と言っていい方。法務局へ、で、あそこであんなところに、あんな人間置いてたらダメだから。二人とも髪の毛染めてる。それと、通う基本多いやん。で、その時にね、松原を連れて行った時の、その、国会議員の人が現れて、ちょうど法務局の時に、ところに、で、そいつらはもういなくなってる。で、それ、僕と一緒に、総務部の方へ、法務局の中の総務部ですよ。昔もそれは、それは同じことしたと思います。で、またね、入り口の今度、総務部の方のね、受付にいた人、男性、髪の毛も金髪に近いように染めてる。ダメ、本当に。公務員、失格。ダウン、ダウン。給与。で、海洋基本違反、昔も言った。まあ、その人と一緒にね、言いに行って、もうそれでいいからっていうことは、その人は言って去っていったんですけども、次、法務局行ったら、ちゃんとその2名はいなくなっていました。だからね、ちょっとね、テレビ局のアナウンサーとして出てる人間を、まず全員信じないことですね。名前変えて出てる人間は多すぎるんですよ。テレビ局自体を2チャンネル合併で2チャンネルと12チャンネルなくして1チャンネルだけにした方がいい。本当に。で、人口の絶対数に関しても、だいぶ私の方で調べてますけども、多分6000万人いない。この国。1億2000万人って言ってますけども、死亡届とかはしっかりとカウントしてなくて、あとは海外へ移住された方とかの、あと、第二次世界大戦があったじゃないですか。それで、海外に行かれた人とかね。特にその頃の方だったら、今の現在の年齢が、まあ、90歳ぐらいだったり、まあ、その直後の頃だったら、直後に生まれた方たちだったら、まあ、80、70、60、まあ、こういうことをやっていくんですけども、その食料事情等が当時はありましたから、その移民自体はね、第二次世界大戦や第一次世界大戦より前から移民政策してたんですよ、日本。食料事情で。1880年代か90年代、それぐらいの頃、もう大体それぐらいにしましょう。もうそれぐらいの昔の頃の記録はどこからどこまでがっていうところがありますから、いつから移民が、その移民政策がスタートしたのかっていうところ、それで海外にこう出ていかれる。まあ、もう過去様はここから先は同じ話なので、もう聞いていただかなくて結構です。二重国籍とか三重国籍になった人で、海外の方でその死亡されてお亡くなりになった方の死亡届が来なかったら、我々の日本人が海外で死んで、日本で生まれた人がね、
じゃあ日本でも国籍残っていて、海外でも国籍が残っていて、で、抹消されない。本当に。で海外の方から死亡届を回してもらわなきゃならないし、海外から日本に来られていると。まあ、ただある話が朝鮮半島の人たち、いや台湾の人たち。昔日本が朝鮮や台湾を併合しましたから、そことは戦争 してないんですよ。豊臣秀吉の頃の時代とかの話されたらもうお手上げなんですけども、その頃もどこからどこなのか分かんない。そんなのかって。あと、嵐なんか来た。あんなの絶対もう冷蔵庫なんかもともとついてないですよ。その頃の時代。多分外交のことだと思いますよ。絶対正気の沙汰じゃない。そんな、そこまで遠い国ね、占領しに行くかって言ったら、言葉違うからどうせ統治なんか無理だっていう話になりますから。日本自体が戦国時代統治できてなかったんですよ。朝鮮半島の人たちもそうだったでしょ。その頃まだ国がしょっちゅう分裂してたでしょ。まあ今も結局分裂中で北朝鮮と韓国っていう形で、もう国連という枠組みでいいんじゃないですかっていうことになってますけども。その、だいぶ昔の話、嘘が混入されて今もそうなんですけども。で、家の件数をね、その前輪っていう一軒一軒、その、表札がね、入ってる、地図があるんですけども、それはもう公開していいんですよ。で、それで、あとはもともと自分のしてた仕事とかで、例えば神戸、兵庫県の三田市、いえいえ、1万件ぐらいしかないです。なのに、人口10万人とか表記されてるんですよ。全然違いますよ。高校3つぐらいだったはずですよ。もしかしたらもう2つになってます。僕が生まれてくる前から少子化始まってるんですよ。1977年より前から。ずっと男性と女性の生まれてくる数がずっとこうなんですよ。ちょっとした年だけ、ちょっとだけ増えた年はあるんですけども、すぐにこう。もうだから、1977年の頃と比べて生まれてきてる人の数が、まあ半分近くになってる。4分の3はいないんですね。その頃に生まれてきてる人の数は絶対いないです。だからもう、全然手に負えない社会。だからもうテレビをまずしっかりしなきゃならないっていうことで、2社2社合併、夜中と明け方の番組をなくす。で、スポーツに関して海外留学、ふざけんないと。何様のつもりだと。何をわけのわからんことしてんないと。まあ、こういう話にしなきゃならないですよ。まあ、エネルギーの残存の問題でもありますからね。まあ、その辺のところは、しっかりと対応してもらわないと。J リーグ数多すぎる。自分、そこまでサッカーしたいって言うんだったら、自分たちで金払って、スタジアムの使用料のことじゃないですよ。スタジアムの建設費用ですよ。あと土地代とね、固定資産税。売り上げがあったら、資産持ちだから、法人税 23.1% の方。1億円以上の資産だから。絶対無理だから、どうせ。もう試合数見たらわかる。で、サッカー界の人たちも分かっている人は分かってるから、新人で入ってきたサッカー選手、例えば20歳前後の人は多分この話をしても最初分からないと思います。23.1% の話とか分かります？法人税率。固定資産税、大体、土地代建物代で300億円ぐらいで固定資産税1億円ぐらいの、税の支払いです。それ分かります？ほとんどのその J リーグの選手の人たち。覚えてくださいね、本当に。自分たちがどれぐらいのことを教えてかしてるかっていうことを理解してもらわなきゃならないですよ。あとエネルギーの残存問題でね。正直生き残る方の方が大事っていうことはもうみんな分かって、返答はちゃんとしてくれてるんですよ。だからそれ、エネルギーの残存問題本気で忘れる人は本気で忘れるでしょ。ちょっとね、スポーツに傾斜しすぎなんですよ。あとテレビのニュースが、こっていうことで、以前の放送をずっとしてる。で、まあ、この間、佳子さまが来ていたのかもしれない。かもしれない。としか言えない本人に僕も確認してませんでしたから、その顔がちょっとだいぶ違っていたので、さすがに佳子さまじゃないかって思ったんですよ。で、その後、まあ、その何かあってからテレビで放送するものを決めるでしょう。で、月曜日に放送されてたのは、また、裁判所のね、同性結婚は違憲であるっていう、
あれもう僕は二十歳ぐらいの頃から放送されてるんですよ。だから僕の結婚話で多分あんな放送を作り始めたんだと思うんですよ。だから僕は全然気がついてなかった方で、途中で何回か気がついたけども、精神病院に入院させられて、あの挑発行為をずっとしてくる人間ね、喧嘩を打ってくる人間に対してどうなったりとかで、まあほとんどのゲスト感の人で昔からの事情とかしてくれてる人は、あもうどない返すぐらい正当防衛でええっていうことになってるんですよ。でそれこそペコペコしながらね、あの相手を追い返そうとしていたら、それこそ間違ったメッセージになる。相手の方が調子乗るでしょ。もう集団で動いてる方が最初から負けなんですよ。普通に学校行った時みんなそうだったでしょ。男同士もそうですけども、1対2でお前ら勝ったつもりなんかかっこ悪いなだったじゃないですか。1対3、1対4とか、人数1人対4人とか、どちらが悪いことしてるかなんかもうすぐ分かるじゃないですか、見たら。でしょ。他の地域の人たちが多分びっくりしてる方。その松原っていう男、その NHK のアナウンサーになってる男、元議員の松原だと思いますよ。で松原の方は多分本名だと思う。それもちょっと撮影してね、世間に公開しておこうと思います。でその男は横にいる、女性アナウンサー、まだそいつも髪の毛染めてるんですよ。まあなんか開き直ったことを言っていて、で僕に対して喧嘩を売るようなことを結構言ってくるんですよ。言ってきてたんですよ。ただ自分の立場は全く分かってない。だから分からないですよ。その自民党、自由民主党の人たちにどれぐらいそういうふうな人間が混ざり込んでいるのかっていうのは、これは分からない。それは他の党も同じ。もともと売春防止法が出来上がったのは1956年、それまで警察官とか、裁判官とか検察官だとか国会議員とか、地方議員のものとかで L 業界側と組んでた人間がたくさんいたっていうことなんですよ。そこからのスタートだから、テレビ局も L 関係の内容のドラマとかを平気で放送してた、映画とかでも。だからそういうところはどんどん潰れていった。その法律ができてからやっとまとも側の人たちが、巻き返せる状況が出来上がっていて、ただ売春防止法が1956年に出来上がったとして、戦後もない頃でしょ。で、皆さんテレビ持ってるかって言ったら、どこの会社も本当はものすごい負債を抱えてたはずなんですよ。破産状態じゃないですか。第二次世界大戦考えたら。いくらなんでそれは分かりますよね。だから、その状態から、やっぱり悪いことしなかったら、お金持ちになれなかったんですよ。今で言うと人材派遣会社の人たちとかを起用して、ただ会社の経済原理とかでもね、一時雇用の人たちとかを雇わなかったら、その繁忙期、一時的に忙しい時期とか、それ乗り切れなかったら無理があるのは、それは分かります。販売価格はもうありますから。公正取引委員会とか、もう今更ね、あんまり帰れないっていうことでね。で、だから今の実体社会考えたら、結構多くの人が生活保護を受けながら、その一時的に、忙しそうなところ、家の近く、例えば僕だったら去年、中貨物さんっていうところで、スタッドレスタイヤのトラックの、積み込みとか積み下ろし、ノーマルタイヤの積み下ろしとか、そういうふうなことをね、仕事としてしてたんですけども、そこだって一時的な仕事じゃないですか。だから期間雇用の人たちだけ来てほしいっていうところで、で、だから遠方じゃないところにしなきゃならないって言ってるのは、結局エネルギーの残存量問題あるから、自分の家の近くで働いた方がいいの話になるんですよ。もちろんその人が持ってる技術とかによって遠方に行かなきゃならないことっていうのはもちろんあると思いますよ。知ってる知識云々でもそうですけど、僕の場合はエネルギーの残存量問題の解決ですから、火災の水門回収クラブ発電とか地下水トンネル発電とか、そちらの方ですから。それを根本的に解決しなかったら全然どうにもならない状態で。で、本当のバイオマス発電の方が、あんまりまだ出来上がってない。だから建てるものを間違えてる。マンションとかも建てなくていい。もういっぱい作ってる。もう1棟、2棟、3棟、丸ごと。しかも500個ぐらい入ってるところ。500
50階建てぐらいのところ、いくらなの、ワンフロア10軒ぐらいあるでしょ。神戸市役所のちょっと南に行ったところ、あれ50階建てぐらいでしょ。もう大体いいじゃないですか。500個ほど入ってるビル、そもそも立ち入り禁止。今はどうなってるか分からないですよ。いや、そういうのいっぱいあるんですよ。もう生まれてきてる人たちが少ないね。買い手がいるわけないんですよ。でしょ、親からの、まあ、丈夫な家受け継ぐ人とかもいるでしょ。で、2人で結婚して一軒の家に住むんですから、その、まあ、分譲マンションにしよう何にしよう、もう最初から全部無理な話ばっかり。作りすぎ家、早くバイオマス発電とかの方を、作らなきゃならない。それはおでプラス生ゴミを、まあ、容器の中に入れといて、まあ、金属製でこれも地震が来ても大丈夫なように最初からね、横幅と奥行きを100メートル100メートルぐらいで作っておいて、もうどん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 どせ溜まっていきますから、そこにね、貯蔵庫として、貯蔵しておいて、で、メタンガスを、採取して、まあ、そのまま今の現状では、発電。だからこれを作る場所は各ある程度の地域に作っていくしかない。それは生ゴミを回収した時にそこへすぐそこまで持っていけばいいっていう、これで移動距離が縮まる、使用されるガソリンの量が減らせるっていうことなんですよ。要するに節約の方ですね。だそういったところをしっかりと力を入れなきゃならない。まあこういうことです。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。本日はこれぐらいにしておきます。チャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いいたします。着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に、聞いていただけたらいいんじゃないかなと思います。今のところ動画の再生時間はもうそろそろ、1000時間に到達するかなといったところですね。もうそろそろこれぐらいの時期ですから、以前その動画をアップロードしてきた時期と重なってくるんで、以前見ていた方、動画の再生時間でね、過去365日、要するに1年前まで遡って、動画の再生時間っていうのが出てくるんで、やっぱりね、なかなか3000時間、4000時間を突破するのは難しいです。そこまで行くのは。ただ、まあ、コツコツ、進んでる、チャンネル登録者数の方の数も、いろんな方がこうご協力していただいてくれていて、まあ、今、500人は突破しています。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。ちょっともっといろいろ、これ、やっぱり一般の方だとわからないと思うんです。特に、仕事されてる人ほど自分の仕事で手一杯になるでしょう。だから、その、テレビ局はこんなことになっていたとか、議員の世界はこんなことになっていただとか。だからもう、まあ、民法のね、724の、正当防衛とかね、刑法の38条の正当防衛とか。それはまあ第三者の方たちにも使えるものであって、でそれがあるからこそ性犯罪者とかの実名を、新聞とかで放送してるんです。でも僕が知ることもはっきりと同じなんですよ。でテレビ局に出てる人間とかで、もともとエロを売って金儲けをしていた人間とかいるから、もうその人たちはアウトっていうことにしなきゃならないんですよ。じゃなかったらもうキリなくなるでしょ。だからその辺のところでまあいろいろ撮影しの上でいこうかなと思って、だからこの間音楽番組で見かけたのは、あれ多分以前と同じ映像だと思うんですけども、スマップの多分草薙っていう名前だった人が、草薙が偽名でした。で今本名で別のグループに出てます。やっぱりもうベッドシーンした人をもうテレビに出るのもうやめてほしい。もうそれでもちょうどいい、後から出てくる世代のためにも。もう世の中多分そういうものだったんだと思いますよ。でその当時からもっと先々の人たちで、少年隊の人たちとか、特に光源氏の人たちが一番その、世間から、まとも側の人たちから、いろいろ法律面当てはめられて、いろいろ、仕事とはどういうものかということを、言われて、社会の現実とか、まあ、その辺のところで一番よくご存知だったんじゃないですか。まあ何かと自分で経験してからじゃないと分かりづらいっていう部分がありますからね。だからそれぐらいの頃からスマップの皆さんも、そういった人たちの話をしっかりと覚えてるときは、危機感っていうのは持たれてたんじゃないですか。まあ、結局、ジャニーズも倒産して、
で、現在スマイルアップっていう名前ですかね、してることが同じだったら結局何も変わってないということになりますから、その辺のところはやっぱり変えていきましょう。で、もう踊りじゃなくて、せっかくね、スマップの後か、その次の後かちょっとわかりませんけど、TOKIO の人たちで変えてくれたでしょ、楽器。やっぱりもう踊る方に時間使ってたら無理だと思いますよ。良い歌詞と良い曲。で、1年間に、例えばシングルをね、昔だったら A 面、B 面で、3枚以上は、発売してもらわなきゃなんないとか、それがなんかレコード会社との契約みたいな部分があったじゃないですか。会社としての。で、アルバムが何年間に、1回とか。で、年にこれぐらいライブをしなきゃ、売り上げがっていうもん。だその辺のところも今、時代背景全然違うから、この曲聴かないわっていうのはもう YouTube で見てもらったらわかりますから、まあ、動画の再生回数に関してもそれはテレビの、音楽番組でどれだけ告知してあげるかによって見る人たちが変わってきますから、だからまあ本当に良い曲歌ってるのに聴いてくれてる人たち少ないなっていうのはグレイの皆さんの曲とかでは発見しましたね。ただなかなかその動画の再生回数がね、まあグレイの方たちの汚れなき、セゾンとか、風に一人だとか、まあ、他にもいっぱいありますよ。その2つなんか動画の再生回数2万台とか3万台なんですよ。もうその辺の曲と比べたらもう雲泥の差ありますから。その2曲とかだったら世界中にマーケティングするんだったら1億以上の再生回数いきます。どう考えても。それまでのストーリープラスだったら10億ぐらいいきます。世界中に対して本気でマーケティングするのであればね。僕と話をちゃんと全部ね、込みで。その辺のところはね、テレビ局の、その音楽業界もなんか変な癒着で、どうせ繋がってるんだろうなっていうのは分かりますね。まあ、どうせそれもちょっと厳しい言い方したかもしれませんけども、どうしても会社関係でね、話進むと、いろいろ相手のことを気にするでしょ、いろんな意味で。それでもどうしてもそうなってしまってるんじゃないですか。な、やっぱりクオリティで選ばなかったら、絶対ダメになります。その業界全体がね。世界に対しての発信力はなくなる。それは海外から日本に来られてる方とか、まあ、日本語を知っている海外に行ってる日本人の方とかが、あんまり大し、まあ、会社とかもそうですけども、そこそこレベルの曲とかをマーケティングしてしまってる。アイドル、YOASOBI っていう人ね、男性の方、彼とは去年会いましたから、仲間もつたんで。まあ、まあ、テレビ出てる時にも、しっかりした返答をしてましたけども、まあ、彼らの曲だったら、夜にかけるとか、祝福、あちらの方が曲としては良い。アイドル、大したことない。正直言って、その辺の曲、レベルだったら。だからマーケティングする能力っていうものが音楽業界多分あんまりないんだと思う。それはアニメ業界に原因があるのかわからない。誰がどういうふうな交渉をしてるのか。アイドルっていうそのアニメも見てないですけども、基本的にアイドルって言葉の意味が偶像なんですよ。だから僕はもう二十歳ぐらいの頃から言ってます。アイドルっていうものは偶像っていうものだから、だから昔で言ったら埴輪みたいなもの、土偶とか、そこうやって崇めてんの、腕、楽器と歌唱力、やっぱり踊ってる分振り付け覚えなかったりしなきゃならないから、どうしようもなくなる。自分たちで曲を作れるようにならなかったら、自分たちが高年齢になった時、結局曲の提供とかで若い人たちに、それで自分の取り分の収入が出てくるはずですから、ちょっと話長くなんで、もうこれぐらいにしときますね。以上です。